オンリーワンチャンネル。はい、じゃあまあ後半に入っていきたいかと思いますが、はい、私まあ、お話を伺っている中でやっぱりこう相続対策っていうその言葉にこうやっぱりどうしても引っかかるというか、うん、私の両親まだ健在なので、うん、まあ、僕は若い時の子供なので、うん、まあ、なんていうのかな、まだそこの意識が実はもうこの年齢にしてちょっと薄いっていうのがまあ実はあるんですね。ただ間違いなくやってくるわけじゃないですか。だからその時に何が起きちゃうんだろうっていうのがちょっと全然想像しえない部分ではあるんですけど、そこをちょっとお詳しくというか教えていただきたいなと思うんですけど。わ、はい、かりました、はい、私冒頭お話ししたようにですね、うん、葬儀社を16年間やってまして、はい、ちょっと今の仕事とはちょっと離れるんですけれども、だいたい16年ぐらい経営していく中で1年間に200件以上 の人の死ですとか、その死の周りにいらっしゃる家族の方たちの姿を見てきまして、うん、まあ、累計すると本当に2000件以上のそういった方たちのお別れのシーンっていうのをそばで見ておりまして、はい、で私がすごくこの仕事を今までしてきて思ったことは、大体ですね、皆さん最後によく告別式とかで出棺の挨拶みたいなドラマとかでもよくリボンとかつけて喪主さんがこう長男さんとかが話すじゃないですか、うん、でどんなにちっちゃいお葬式でも盛大なお葬式でも、まあ、いろんなタイプのお葬式見ましたけれども、皆さん結構共通して言われるのが、もっとなんか何々したかったっていう後悔のお言葉がすごい多くって、要はもうちょっと孫の顔を見せてあげたかったとか、もうちょっと食事に一緒に行ってあげればよかったとか、話を聞いてあげればよかったとかっていうことで、お亡くなりになった方とか親に対するだったり、旦那さんとか奥さんだったりもそうですけれども、なんて言うんでしょうか、このもう少しその家族の時間とか人と人との時間を過ごしたかったっていう意見が圧倒的に多くって、もう本当にほとんどの方がそれを言うんですよ、はい、つまりその生前の間にやはり先ほど大地さんがおっしゃったようにですね、なかなか考えられないとかっていう方がほとんどだし、それが当たり前の話だと思うんですけれども、ただやはり人間必ず最後にはお別れの時がやはり来てしまいますので、まあ、その時に後悔をしないようにですね、まあ、相続対策とかってちょっともう聞いただけで面倒くさそうとか、ちょっとなんて言うんでしょうか、ややこしそうとか、そんな話親にしたくないみたいな感じなんですけれども、多分それを思うっていうことは心のどっかにやっぱ足かせになってるんですよ。やっぱりお金のことであったりとか、その資産をどういうふうに分けるかっていうのをやっぱクリアにしておきたいじゃないですか。でそれがあえてクリアさせることによって、もう残されるのは家族との時間だったり、はい、その大切な人との時間だけになるんですよ。でそうしますと、まあ、今はよくインスタとかでなんかおうち時間とか言うじゃないですか、はいはいはい、まあ、それじゃないですけど、まあ、家族時間じゃないですけれども、自分の大切な方との家族時間を少しでも少しでもですね大切にしていただいて、今まで以上に自分の大切な方ですとか家族に対しての時間っていうことを大切にしていただく、まあ、特に今コロナの世の中ですごく、まあ、世知がないような世の中になってきてしまって、物で溢れてるじゃないですか、はい、ブランド物とかいろんな物とかで、でも本当に大切なのっていうのはやっぱり物ではなくって、まあ、人と人との触れ合いだったりとか家族との思い出だと思うんですよ、まあ、なので、まあ、そういったものにそういったものにですね残された時間をしっかり使っていこうというふうにですね、うん、皆さんが思っていただくことによって、まあ、会社の理念にもあるんですけど、まあ、全ての人生に最良の人生をというようなですね、企業理念になっておりまして、うん、まあ、そういった相続対策を通じて自分の人生にとって一番大切なことを、まあ、より良い形でですね過ごしていただきたいというような気持ちで、私は、すごく大切かなというふうに思います。オニワンチャンネル。いや僕のその知人でそのやっぱりその、まあ、家族旅行がすごく好きで、海外旅行にやっぱ行きたいで、最後にじゃないけどもう一回ぐらいは連れてってあげたいっていう話がやっぱり出たんですよね、うん、なんですけど、まあ コロナだからこそなかなか行けないってなって、ね、うん、じゃあそれを諦めんのって話になった時に、うん、いつ開けるか分かんないからいいやって話じゃなくて、うん、もっと前向きに何か捉えたらいいんじゃないっていう話を、うん、まあしてる場面を実は見たこともあるんですけど、うんうんうん、でもそういったことも実は知ってないとそこに行かなかったりするんじゃないですか、うんうんうん、そうですね。だからいやすみません、僕なんかこうちょっと熱く喋ってますけど、うん、すごい大事なんだなっていうのをね、はい、改めてすごく今感じちゃってるんですけど、大事ですね、うん、
ってしまえば本当に皆さんには必ず残された時間があって、自分の家族にも残された時間があって、ね、よくあの言いますけども、その残された時間をどういうふうに使うかっていうところで、まあ、あのお仕事も大変かもしれませんし、まあ、あのいろんな用事があって大変かもしれないし、自分の家族は自分の家族で大変だから、ちょっと親のとこにはなかなか行くとうるさいこと言われるからとかあるかもしれないんですけど、まあ、あの一番大切なのは、私あの葬儀屋、先ほどの葬儀屋の話に戻るんですけど、まあ、あの2000件ぐらいやってて、やっぱりすっごいお金持ちの方のお葬式もしたりとか、大企業のお葬式もしたり、もう本当に3人とか5人の少数の葬式もしたり、いろんなタイプの葬式を見てるんですけど、やっぱりですね、もう葬式自体がもう異業種交流会みたいになっちゃってたりとか、まあ、それこそ皆さんが泣いてて本当にその人を送り出しているようなお葬式もあったり、本当少しの人数でももう皆さんがもうお別れを惜しんで、あ、よかったねよかったねっていうお葬式もあれば、そういうのをたくさん見てるんですよ、はい、でそうするとあのいろんなあの宗教のお葬式するんですけども、宗教とか宗派とか全く関係なく、私のちょっと推測ですよ、あの多分あの世にはそのお金とか地位って一切持っていけないんですよ、はい、多分ね、私の感覚ですけど、もう唯一持っていけるのは自分が過ごした人生の生前の、まあったかい思い出だったりとか、人と人との触れ合いだったり、友達とか家族とかの素敵な思い出だけが残るんじゃないかなって思うんで、はいはい、まあ、今こんな時代だからこそ、まあ、私どもの相続対策とかそういったことを通じてですね、あの、まあ、一番大切な人と人との触れ合い、家族との触れ合いっていうのを大事にしていって、でまあ、これから先の人生を明るく過ごしていけるきっかけになればなっていうふうには思っております。いやー、深い深いですね、はい、ちょっと重たいんで、いや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 、うちもなかなかね宣伝がしづらい、いや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 、でもこれは絶対的に大事なものなんで、はい、オンリーワンチャンネル、いやー、すごい、今日なんかたくさんの勉強になった、ありがとうございました。まあ、あのぜひね、あの本当に、ね、まあ、先ほど、ね、冒頭からも言いましたけど、あの概要は、ね、載せておきます。ぜひこれご覧になっていただいて、はい、まあ、一度でいいのでチェックして、ね、いただきたいなというふうに、ありがとうございます、はい、あの思いますので、ね、はい、あのよろしくお願いいたします。そしてあの、まあ、ぜひあのコメント欄とか、ね、入れていただければ、ね、あの私で直接つなぎますので、ぜひ、ね、そういったところも知ってください、はい、ね、もう一回就活の窓口という名前で、ね、はい、まあ、やられているものでございますので、うん、はい、まあ、じゃあ最後になんですけど、はい、ぜひあの見てくださっているあの視聴者の皆様に、はい、あのメッセージ一言いただいてもいいですか。わかりました、はい、私はですね65歳で父をあの急に亡くしまして、全然その父と子の会話っていうのを存分に楽しめないままお別れが来てしまったんですね。なのであの皆様はあのあまり縁起ないこと言うわけじゃないですけれども、本当にあの残されたあの一日一日をですね、あの家族の方たちとあの素敵に過ごしていただくことが一番いいんじゃないかなと思いますし、あの必ず日本で過ごしていれば相続の法律とかがありますので、まあ、相続をきっかけになんか不幸な出来事が起こらないように対策ができるのであれば、あの先に対策した方が得なことが多いので、皆さんあのぜひですね、まあ、うちを使わなくてもいいので相続対策っていうのは必ずやるようにあのしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あの本当にちょっと最後の余談ですけど、私あのつい先だってあの私のその母親ですねが誕生日でちょうど古希だったんですね、はい、っていうのが、まあ、あって、はい、でその時にこう、まあ、久しぶりにこう、はい、会えたというか、はい、そういったのが、まあ、あって、でもその時に僕宣言したんですよ、あのもう、まあ、コロナがあって苦しいかもしれないけど、まあ、以前海外旅行をちょっと連れてった時にすごく喜んでくれて、まあ、とにかくコロナが明けるから、うんうん、あのそんな遠くないと、まあ、そのちょっと願望もありますけど、なのでもう一回行きたいって言ったあの国に行くから絶対頑張ろうねって話を、まあ、したんですけど、それができたことだけでも僕はすごく良かったなって思いますし、であの本人たちもそれが聞けた、じゃあ頑張ろうねっていう話になったっていう意味では、そういう会話が必要だってことですね。あ、そうですね、やっぱりその親子間のコミュニケーションだったり家族間のコミュニケーションで、やはり皆さんの言葉にしないとなかなかね、あの、あの胸の内で秘めてるだけではね、やっぱ伝わりませんのでね、すごく大切なことだと思います。はい、ぜひ
いやあれも本当にありがとうございます。今日ねこういったきっかけをいただいたからこそ、なんか自分にそういったこう身に起こるであろうことの準備っていうのが、うんうん、っていうのができたっていうのもすごく大きいなと思いましたし、はい、まあ、今日こうやってね取材させていただくってことが分かってたので、うん、実はそれがあったからこそ その私 その家族との会話っていうのが生まれたんだなっていうことも、はい、まあ、あるので、うんうん、私みたいな人が多分ね多分たくさんいるはずなんですよ、うん、はい、なので、ぜひこの、はい、まあ、映像というかをきっかけにしていただいて、うん、家族との会話をぜひしていただきたいなというふうに思います、はい、はい、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。いえいえ、私もなんかお話できてよかったですが、なんか、まあ、すみません、私がまとめてしまって、はい、とんでもないです、はい、まあ、はい、ということで、まあ、今日はですね、こちらの就活の窓口というね、そういった、まあ、ポータルもやってらっしゃいます、吉野さんとねお話をさせていただきました、はい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。じゃあ、まあ、本編でね今いろいろお話しさせていただきましたけど、うん、僕ねやっぱこのなんていうのかな、この今 その時代に即してという部分でいくと、うんうん、もちろんオンラインっていう形で、ね、もういいと思うんですけど、うんうんうん、なんかこう映像、要は何が言いたいかというと、この就活の窓口っていうものを皆さんにもっと知ってもらうように、だからダイジェスト版みたいな、うん、こう映画の予告みたいな感じでギュッと詰まってる動画があって、はい、要は我々言いづらいじゃないですか、はい、要は今から就活の話したいんだけど、やっぱり言えないから、はい、こそ、はい、ちょっとこの映像見といてよっていう風になんか渡せる部位を僕は作りたいなって今ちょっと今お話ししてて思っちゃったんですけど、いかがですか。そうですね、3分にまとめる、はい、3分とか5分ぐらいですね、はいはい、もう自分の中で、うん、こことこことここは伝えておきたい、はい、でその映像があればこう私、例えば私だったらば、うちの親にちょっとごめん見といてこれって言って、うん、なんだよお前って話、やり取りに間違いなくなると思うんですけど、うんうん、いやそういうふうに俺、ね、私たちのことをまあ、ポジティブにですよ、うん、思ってくれてたのかありがとうっていうふうに言ってもらえるような、こうちょっとこうハートウォーミングというか、うんうんうん、まあ、映像が僕は欲しいんですよ、うんうん、僕なぜならばそれに近い感覚だから、もう、うんうん、親たちっていう意味で、なんでそれを吉野さんからの言葉というか、うんうん、知識か、はい、でなんか伝えてもらえるものが欲しいなとちょっと思ったりして、わかりました、ぜひ、はい、いただいてもそれちょっとまとめてみます、はいはい、お願いします。はい、まずですね、うん、第一に、相続対策をしないとほとんどの方が何かしらの損とか何かしらの後悔をしてしまいます、うん、あと、まあ2つ目として、せっかく自分が築き上げてきた財産を、まあ、日本の法律で、まあ、相続をすることによって税金もかかりますし、いろいろ分割するのにもいろいろ大変です。でそんなことで、まあ、託される人たちですよね、要は子世代の方たちが、まあ、もしくは奥さんの方でもいいと思うんですけれども、何か相続を通じて嫌な思いをしたりとか、なんか兄弟同士とか一つ屋根の下で育った兄弟同士がちょっと揉めちゃったりとかっていうのも、多分遺産を残す人も望んでることではないと思うんですよ、うん、なのでもちろん遺産を受け取る側からの託される側からしても望んでないこと、なのでお互いの託す側と託される側がですね、一番理想と思っているものを、まあ、そのうちのシステムを使っていただいて診断をして具体化をすると、それはまず子世代の方とか奥様がやっていただいていいと思うんですけど、じゃあそれをご本人に、まあ、お届けするということで、託すノートというそのレポート本にして、まあまあ、もちろんその本のデザインとかもそうなんですけれども、その家族で築き上げた財産を次の世代に託していこうというコンセプトで作ってますので、自分の家の財産が相続というそのイベントを通すことによって何かなくなってしまったりとか損をしてしまわないようなものを、まあ、親に明るい意味で渡せるという機能がついてますので、まあ、少しですね前向きに、じゃあ何か就活について話そう、相続について話そうとかだと点々点ってなっちゃうと思うんで、まあそういうレジュメじゃないですけども、本とかレポートがあることによって、まあ、一歩前に進むことができるんじゃないかなっていうふうに、もちろんお客様の声とかもいただいてるんですけど、まあ、やはりこういうことをすると気持ちが明るくなって、もうあと残ったのは親との残り時間だけなんで、あとはまあ親との余生というか、親がもちろんいつまでも健在なわけではないので、まあ、元気なうちにどこどこに行こうとか、あそこに行こうとか、まあ、こういう話をしてみたいとかっていうのを、まあ、存分にですね、使っていただいて、まあ、
より明るい人生を、まあ、歩めるっていうことに、まあ、限るんじゃないかなと、ね、ちょっとまとめるとそんな感じです。いやでも多分ね、はい、ある意味究極の僕は親孝行じゃないかなと思うんですね、うん、そこの部分っていうかね、本当直面してるからこそというか、はいそうですはい、その遠くない未来だと思ってるからこそ、うんまあ、私世代っていうかねっていう方々も多分そこは多分避けてる感じがまだする、うん、または気づいてない感じがしますので、うんうんうん、ぜひなんかそれの気づきとなってくれた映像だったら僕はいいかなというふうに思ったりもします、うんうんうんはい